ブルーのペッツァイ、ブルーのペッツァイは、オーストリア出身の同国代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。1970年代後半から1980年代、初頭の同国の躍進を支えたリベロ。守備だけでなく、積極的な攻撃参加を得意とし、188センチメートルの長身を生かしたヘディングは、脅威の対象となった。 1979年の FIFA フフ世界選抜に選出された経験を持つ。18歳でプロデビューを果たし、1974年にはオーストリアブンデスリーガの名門 FC バッカー、インスブルックへ移籍。同クラブの主力選手として、オーストリアブンデスリーガ優勝や、オーストリアカップ優勝等多くのタイトルを獲得、UEFA チャンピオンズカップでも準々決勝、進出を果たす。 1978年には、ドイツブンデスリーガの名門アイントラハトフランクフルトへ移籍。守備のようとして、UEFA カップ優勝や、ドイツカップ優勝に貢献する。1979年にはフ、FIFA フ世界選抜に、1982年には、UEFA ヨーロッパ選抜に選出されるなど、ワールドクラスのディフェンダーとして高い評価を得ていた。 1979年から1982年までは4年連続でバロンドールの候補に上がり、いずれもベスト10まで残っていた。これはディフェンダーというポジションを考えれば快挙である。1983年にはベルダーブレーメンに移籍。4年にわたり守備のようとして実力を発揮、オーストリアにペッツァイアリと高く評価され、ドイツブンデスリーガのベスト11にも、 幾度も選出される。2年連続ドイツ分でスリーガーでの準優勝を飾り、1987年にフ古巣の FC バッカーインスブルックに復帰。エルンスト・ハッペル監督の下、を再びリーグ戦やカップ戦で優勝を果たし、1990年に引退を表明した。オーストリア代表デビューは20歳の頃、以降は15年にわたりオーストリア代表の中心選手として、 そして守備陣のリーダーとして活躍する。1978年 FIFA フフワールドカップアルゼンチン大会と1982年 FIFA フフワールドカップスペイン大会で全試合に出場。アルゼンチン大会では前回優勝国の西ドイツを破りコレドバの奇跡を実現させたチームの一員である。また、スペイン大会では2次リーグの北アイルランド戦において 後半5分にヒールキックから得点を決めている。オーストリアの20世紀ベストイレブンにも選出されたペッツァイは引退後にオーストリアサッカー協会より新しい育成コンセプトの作成を依頼されるが、1994年12月31日にアイスホッケーの試合に参加している最中に心臓麻痺により死去39歳没。ペッツァイは第二次世界大戦後のオーストリア、 最優秀ディフェンダーであると現在でも高く評価されている。ありがとうございます。